ウエスト、この状況です。今日はキャンプ中の健康のためコンディション維持のためにいろいろ考えてやってるんですけど、その一つを今日は紹介していきたいと思います。何かね、選手も一緒に来てやるんでどうぞ見ていってください。おやすみ。この毛様体筋というと目 の, あの横の、ね、筋肉、ここの凝りをほぐすことによって目の元にあった力というか、その視力を回復したり、それから疲れをとって、すごい効く人は視力がすぐに上がります。 0.3 とかの人がもう 1.5 とかに急に上がったりとか、眼鏡がいらなくなったりします。でこれは1回で効くんですけれども、1週間ぐらいしたらまた1回って言って、6回続けてやることによって脳に記憶が定着して、で、その良さが全部脳に行きますから、でそれをキープするためにまた月に1回ぐらい疲れを取ってやるっていうのが一番いいと思っておりますので、ぜひよろしければやってみてください。アイウェーブっていう機械で、はい、気持ちいいですよね。終わると疲れが取れますので、やっぱり眼精疲労もなくなりますし、それからリフトアップにもなるんですよ、お顔と美容にも。ではどうですか、似合います？どうですかね、きてますか？そんなに。はい、じゃあもうちょっと上げていきます。ライゴさんはね、結構電気に敏感反応するタイプ。パワーが低く伝えられても全然感じますね、ピンピン。マックス50まで行くんですけど、今半分ぐらい。でも結構、さっきみんなどこで30は行ってました。はい。もう目が閉じちゃう感じですかね、今。まだでも開けてます。開けそうな感じ。今30ぐらいです。もうちょい、いいです。はい、これでゆっくりやります、はい、目の疲れを取って視野を広げていきます。はい、脳の時間をこれ YouTube にしたら1秒ぐらいになっちゃうんですよね。無音だとね。大悟さんはもうこれやって長いんですか？僕でもまだ3回目。そうですね、はい、ちょっと間結構空いてますよね。空いちゃうんだよね。東京から来てもらってるんで、じゃあ、もう本当にそのために熊本にまで。あ、そうです、そうです。もう喜んで。飛行機も大好きだし、コンサドーレさんも大好きですから。急にファンになりました。ありがとうございます。こうやってファンを増やしています。素晴らしいですね。顔がね、説得力が。いや、真面目な話ですよ。変なこと言ってます？ちょっとだけ大泉洋さんに似てます。この顔が僕大好きですから。あ、そうなんですね。俺が東京のスターですよ。あ、そうか、北海道だ。はい。水曜どうでしょうの彼が一番面白いですけどね。あ、そうそう、水曜どうでしょう。ちなみになんですか、アロマは今日はホットマスクはラベンダーですか？僕これなんだろう、適当に、いろんな種類持ってますもんね。はい。温めるってのはいいことです。はい、目を。これはそれを聞いてからドラッグストア行って30枚入りみたいなやつ。そうそうそう、私もこれ使います。めちゃめちゃ買ってキャンプに来ましたよ、ね、結構素直なんでね。それが一番効果が出ます。そうだぞ。素直が一番。素直が一番だ。でもお茶目な、ね、方ですよね。沖縄で結構みんなこうくすぐってたじゃないですか、やってる間。あ、ちょこちょこね、乳首とかね。そうそうそう、やめてくださいって言ってた。後輩たちが。後輩いじりは結構好きですね。それがパワハラって言われないように気をつけてますけど、ね、見えてなくてもカメラの位置は分かってるんだ。かっこいい最後。お疲れ様です。あ、眩しい。効いてますね。これもちろん目にも効きますから、ね、うん、これは小顔リフトアップ効果の位置でございます。これ以上ちっちゃくなってどうするのっていう声が聞こえますね。これ以上いい男になってどうするの？敏感とか、そうそう、全部寄ってく感じ。わかる？ニーズは変わってる。めっちゃ寄ってますね。じゃあ、これ以上小顔になったらどうすんの俺。かわいい。かわいいよね。あ、砂糖じゃん。砂糖ってことですよね。そう。かわいくない？おーい。魚ですよ。なんだろうこれ。これといえば。メダカ？シーラカンスだ。West。誰ですか？俺？当ててください。
大悟チャンネルでこれ当てられなかったらダメですよね。あの枕抱いては可愛こぶるのやめてください可愛こぶるの好きだからさ。それここで言わないでください。これもラスボイやつなんですよ。あ、ポッター、わかりやすくしてあげる。わかるわ。いや、じゃあどれぐらい震えてるかって。今電気当ててるんですよ。これ何も力入れてないんですけど、震えるんですよね。僕もともと目視力はいいんですけど。気持ちいいですか。うん、ちょっと痛いキャンプ中だと部屋にこもって携帯見たりゲームしたりっていう人が多いんで、体ごとくね、割とそうですね。ということで僕はアルソラン戦記読みますんで。おいピュアピートって言いますけど、アトピーとかニキビの方に効きます。これもう今あの皮膚科のお医者様も使ってるぐらいですけど、彼はね、今度ニキビの後にすぐ効き目があると思います。この頭の中も使えて、頭皮パック、そうすると薄毛も治りますニキビとか皮膚病がない方は色が白くなります、綺麗に。でこれあの洗い流す時にお風呂で洗い流すとピート風呂って言って黒くなって、それもあの体を温めて冷え性とかにも効きますので、ぜひおすすめです。女性もちょっとあのインパクトがある真っ黒になるパックです。ピートってあれですか、ウイスキー。そうです、そうです、そうです。 あのピートです。いわゆるデータンってやつ。そうです、データンです、データンです。よくご存知。もしこのパックでね、蜂の体が綺麗になったら本当にすごいですよ。そう、おい、あ、おい、あとはね、素直な人はね、よく聞くんですよ。何かしら理由つけてやらない人。あ、やらない人結構多いです。多いよね。ああ、そうなんだ。本当ね、まずやってみてとか、そういうのはやるべきっすよね。そう若い選手だと。そうそう。だから、大学のその脳トレとかもあるじゃないですか。効果がはっきりあんのかどうかって分かんないですよね。これはなんか視力的にすぐパッて、うん、見えるけど、みんな見えてたけど。読んだの、ありがとう。私もこれ使ってます。ちょっとだった。多分その色ラベンダー。カモミールでした。さすがです。お前これ貸してとかないのよ、使い捨てだから、うん。ちなみにこれもいいです。あの一郎さんが使ってるあの足裏の、結構足裏大事っすよね。で、足裏って全部背中とかまでつながってるんで、ハムストリングとかよくやる人は足裏を柔らかくしといたらいいかもしれないですね。それ通信って言う？通信ね。でもやってますけど、とか言って言うけど、精神的なのもあるよな、絶対怪我は。これサイズ強さとか変えないの？デッキの強さとか。それは同じのが流れてます。同じ変えない、変えれないですか。変えないです。ただ、目の感じ方が右と左で違って感じているだけで。だから変えたいってことでしょ。そう、右の方が閉じてないから。アラノがこれやってから前歯が痛くてそのまんまらしいんですよそうなんですか。はい。虫歯だったんじゃない？確かに。ああ、とか言ってましたよ。そう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 。それは歯の悪いっていうだけであって、歯を治療しないとダメだと思います。あと5分なんで、もうちょっとパワーを上げて。West。West。開けていいですか？開けた方がいい。うん、大丈夫ですよ。どっちでも。やばいでしょ。絶対。おい、見ろ。あ？アルスラン戦記見てないで。すごいビクビクしてる。これ今頑張って開けてる方。もう本当に何も入れないと。閉じますよね。これ。でも来てますよ右も。かなり。もう左も開けれない。そうそうそう。じゃあ温めましょう。カモミールよりもラベンダーの方がいい匂いする。もらえて文句言ってくれる。そういうやつなんですよ岡村は。はい。最初に言ってくれないとそういうのはさ。ラベンダーが安眠効果あるんですよ。知ってます？うん。でも猫を俺飼ってるんですけど、ラベンダーの匂い猫ダメなんですよ。死んじゃうかなんかで。あ、本当にダメなんだ。はい。ラベンダー送るねえじゃん。え、殺そうとしてんの？俺の。可愛い猫ちゃんいるんですよね。へえ、そうなの。めちゃくちゃ可愛いっす。でも猫を飼ってる自分可愛いでしょっていうアピールのため。いやいや、なわけないでしょ。皆さん騙されないでくださいね。そんなんで飼うほど命軽くないですよ。まあ確かにな。はい。30分か1時間ぐらい後に、ぼーっとしてるのが伝わって、今度クリアになってきます。ヒートパックやってる。今ソーラー使っていいのでそりゃそうでしょ。すげえなんかヒリヒリする感じする。ここいや、取んなくていいよ透けて見えない方がいいですか、お肌がね。ニキビのところ特にあれですね、ちゃんとカバーして。そういえば久保くん、おでこのニキビすごかった。ストレス溜まってんすよ。これも大学のせいですごいよ。俺のせいか。世話してる。え、もうこれぐらいでいいですか。そこが気になってるようだったらそんな感じで。お、来た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 。え、目のやつ。そうです。目のやつ、目のやつ。今やってる？今から、あ、やる？じゃあいいっすか？いいよいいよ。あ、です。いいっすか？はい。お尻返す。
あれ水素やってんの？やってるよ毎日。